曇り空じゃなかったかな。夜中から明日の昼にかけてやね、雷雨ちょっと。何でしょう。自分元の空後ろに当たるよ。映画来た。本当に映画あそこも本当に映初めて見た、ね、ここが変わらないよ、変わるじゃない大きい。
つあれな。サーカーない。見て、土が見て、可愛いね。エソがある。エソ。エソ？エソがある。なんエソ？白いやつ。エビみたいな。なんなあれ？エビみたいなやつ。魚ウッチあれ？違う違う。違う。エサさ、ここ身が落ちた。エサ、あ、エサね。エソチク。実際のやつをあれしたの。本物かな。面白いこれ。そう。トビキレ、星フル、ハリセンボン、ひたすらハリセンボン。でかい。チクチクのハリ、ハリの形。両替せんでよかった。プリクラとか撮ったことあるあなたたち。ない、ない。いや、あるよ、ちっちゃい頃。あるよ。わからん。ちっちゃい頃。あ、直樹これ大きいの、大きいのがいいよね。うん、あ、これがいいかね。うん、全部映っとのか、このでかいのか。あ、でかいのにしよう。でかいのにする。うん、でかいのが2枚ね。うん、見やすいやろ。あ、そうやね。こっちも、これは全部が普通、こっちはでかい。あ、そういうことね。全部、全部が普通のがいいね。そうしよう。全部がもらえるわけね。うん、もうショー終わった。お疲れの入れ替えの止まんかな。俺の合図で。行った。おーっと。
当。ピーター嬉しい試みとしてイルカの歌を発掘する音をコンピューターで時空に変換してリアルタイムに映像化できる装置を作りました。これからイルカが自発的に音を出し図形を描いていくように導いています。世界初となるイルカが描くアートが誕生するかもしれません。イルカの発する音の映像で体感してみてください。だってすごいね。臭い。これによって。臭っ。本当臭いんやね、臭いやつ。待って、こっちの方が臭い。もう押しとく。はい、横からでいいよ、向こうから。全然弱い。弱いません。見て。でかい。こんなでっかいのが海の上に。すごい。そうやろ。俺見た。イケルの狙いペンギンらしい。あ、そうなの。見て。これハクジラ？これシラナガスクジラだって。ミニランタン。ミニランタンどこあったの？外やないの？いや、2階地。あ、そうなの？トレトレタンク。あらら。あれ？またこれ。顔見に。やばい。今日の感じだったら夜天気が良くて、涼しい時とかいいかも。ねえ。でかいやつ、顔見に行こうよ。いいよ。どうかしら。トイレは大丈夫？あ、トイレ。トイレどこかね。もう閉店の9時になってしまいました。はい、行くよ。海の匂いがする。そう、もう写真家に目覚めたね。むわっとするね。でも綺麗やね。写真撮ろうや。に伝えたくて、ぬくもりと痛みに吐き合うように、このまま続くと思っていた。僕らの明日を描いていた。飲み合っていた奇跡がほら、胸の奥に熱いのに、僕たちは
燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして離した未来のために、胸が一つ叶うたび、僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い抱いた決意、お花向けに。